MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。2023年一発目のエンジンカーということでポケットにやってまいりました、結構ね西に日も傾き始めている時間帯ではあるんですけれども、今から火入れをしていこうかなというところで、まあ、車自体はあの年末にやりましたシェイクダウンの状態のままではあるんですけれども、そこからですね久しぶりにエンジンカー楽しんでみようかなというか、ちょっと風が強くてカメラも揺れてるぐらいでボーボー言ってるかも分かりませんが、冬場ってこんなもんです。寒い中でも楽しくラジコンやっていきましょう。ではエンジンかかりましたのでやっていきたいと思います。よいしょ。まだエンジン止めないようにね、でちゃんとブレーキもかかってるかどうか聞いてますね。ブレーキ効いてますね。よし、もうねエンジンを止めないように、うおこけないようにコースに入っていきます。で、まあ、こんな感じでまずは暖気ということになります。まあ、久しぶりということもありますので、ちょっとねエンジン温めてあげないといけないんで、ちょっと最初はゆっくりと回していきます。うん、うん、さて、再び TGTMark2 出てまいりました。さっきちょっとあのタイヤが小さくなってたので車高を上げました。ちょっと5ミリを超えるぐらいに前後上げておきましたので、車足がするということはまあないと思います。でブレーキをちょっと強くかけられるように、サーボの角度をですね調整してブレーキ強めにしてあります。あんまりやりすぎるとサーボに負担かかると思うのでよろしくないんですが、止まらないでは話にならないんで、ちょっとまだこの辺は要注目というか、で何よりねまだ当たりが見つけられていないのが2速なんですよ。これどうですか、入ってない？ここねやっぱそんなに広くないっていうところがあって、ええ感じで走る、入ってるようにも見えなくはないんですけどね、気のせいかな。説明書は5.5 回転っていうところで、あとはまあなんだ締めたり緩めたりして調整してくださいというふうに書いてあるんですけど、緩める方向で先ほどまでちょっとずつ緩めて 6.5 回転まで、要は1回転緩めるところまで行ったんですけど、それでおかしどうにも変わらないんで、1回外して2スピードね外して見てみたら、もうビスの頭が出てしまったんですよ、ちょっとだけなんですけど、これよろしくないってことで 6.5 は多分緩めすぎだろうと。それでも2速に変わってないということはこれ逆か、もうずっと2速で走ってんのかみたいな、ゆるキックスパワーがありすぎて 5.5 でももうすでに2速るみたいな、ちょっと分かんないんですよね。なのでまだ要は当たりが見つけられていないっていうことで、まあ、今後の楽しみじゃないですけど、頑張って広いコースへ一度行って、でエンジンお詳しい方にちょっと教えてもらいながらエンジン調整した方がいいなという今のところその感触でございます。なのでいろんな方ね、ご覧いただいてますけれども、エンジンカーエキスパートの方どうすりゃいいか教えてくださいちょっとね、素人がこう見てる範囲ではなかなかちょっとつかみきれなくて、ただこの時点で全然普通に走ってるんですよね、実はね。だからいいっちゃいいんですけど、
良くないですよね。なのでまあここら辺で言うと、まあもちろん OS サーキットであったり、最近できたレイテックであったり、なんなら少し足を伸ばせば IFS だってあるわけですから、まああのエンジンカーはね、思う存分走らせられるサーキットっていくつもあるんで、一度ね、ちょっとそういうとこ行って、教えてもらえる環境だったらですけどね、みんないきなり一人でプッて行ったって、あぶらあぶらあぶら、教えてもらえるもんじゃないんで、ただやっぱエンジンカーっていうのはそのエンジンの調整っていうのはやっぱ肝ですね。なかなか難しい。これが面白いんですけども、まあ電動カーでいうとそのモーターっていうことになるんですけど、そういう調整って基本モーターはあんまりね、回転数 KV 値とかはありますけど、今のねブラシレスモーターでそんな何かを調整するっていうことはあんまないんで、もちろん鳴らしとかそんなことは必要ないわけですから、それがエンジンカーっていうのは、そのエンジンそのものをどう味付けするかっていうところが一つの醍醐味になってますんで、よう走ってんな、ちなみにあのタイヤはワスプずっと使っておりますけれども、ここもねあのいい感じですよね。適度にテールを滑らしながらフロントも入っていってくれてるし、まあ、これ単独走行なんでね、なんとも言いようがないんですけれども、またいずれ複数で走っていく動画も撮っていきたいと思いますので、まあ、今日はあの走者始めの、ね、挨拶代わりみたいなところでやっておりますので最終的にお客さんもね、さっきいらっしゃった方はもう帰られたんで、またぼっちラジコになって寂しいな寂しいな、なんならさっきからちょっとポツポツっと雨降ってたぐらい至って寂しいんですけれども、まあそんなこと言いながら、本当やっぱね新しい車種なんで、その辺は気持ちよく走ってくれてますよね。今後もっといろいろやっていきたいと思います。